経営統合が可能になります。関西スーパーマーケットと H2O リテイリンググループの統合をめぐり、最高裁は今日、首都圏を地盤とするスーパーオーケーの広告を退けました。関西スーパーと H2O の経営統合をめぐっては、統合を決めた株主総会で株主が投じた白票を投票終了後に本人の申し出により賛成票扱いにした経緯に問題があったとして、関西スーパー買収の意向を示す OK が差し止めを神戸地裁に申し立てていました。神戸地裁は法令違反として OK 側の主張を認めましたが、大阪高裁の判断は一転、関西スーパーの主張を認め、地裁の判断を取り消す決定をしたことから、OK が最高裁に抗告していました。最高裁は今日、OK の抗告を退ける決定をし、関西スーパーの臨時株主総会の決議を有効とする大阪高裁の判断が確定しました。これを受け OK は、関西スーパーに対するTOB 株式公開買い付けの提案を行わず、保有する株を関西スーパーに売却すると発表。これで関西スーパーと H2O の経営統合が可能になります。